はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ GC07 闘魂ブースト魂です。はい、こちらですね、昨年出ましたね、闘魂ブースト魂のゴーストチェンジシリーズでございます、はい、今まで全部ゴーストチェンジシリーズは買ってきましたけど、今日もですね、ゴーストチェンジ対決をしたいと思います、はい、どうやってこの1個でね、うん、1個でやりたいと思います。まあ、はい、とりあえず開けてみましょう。はい、よいしょ、よいしょ、かなりメタリックだね、うん、はい、こちらが仮面ライダーゴーストの闘魂ブースト魂じゃなくて、これは何なんだろう、素の状態で、これが闘魂ブーストゴーストだね。そうだね、結構かっこいいね、うん、赤いメタリックでもう完全に覆われてるけどね、うん、そうだね、うん、今回は半透明ではないですね。はい、うん、こちらが付属しておりましたサングラスラッシャーですね、うん、こちらがブラスターモードで、これがソードモードです、うん、両方とも赤のメタリックだね。そうだね、うん、細かい塗装はされておりません。はい、じゃあ変身させてみましょう。はい、はい、お願いします。じゃあまず手のところを上に回転させて、はい、もう一個も回転させて、はい、それを引っ張って上に顔を出して、はい、そして上から、そして上からかぶせて、はい、完成しましたね。こちらが闘魂ブースト魂だね、うん、はい、はい、いいじゃん、うん、かっこいいね、うん、で今回はフードを忘れられるから、はい、カント、あ、そして、あ、結構いいね、うん、横から見た感じがすごい角が際立っていいですね、うん、アップにしてみようか、うん、はい、こんな感じ、うん、おー、かっこいい、うん、すごいかっこいいよ、うん、ちなみに顔は動かせるかな、あ、やってみて、あ、横は無理だけど上下はいけるな。あ、多少ね、多少ちょっとだけ顔動かせるのね、うん、上下だけ、うん、横は向けないよね、うん、あ、ここもうちょっと頑張ってもらわないと ね、 そうだね、せっかくねフード下がるようになったからね、うん、これいいじゃん、うん、今までもこれでやってほしかったよ、うん、ね、はい、ではサングラスラッシャー持たしてみました、はい、いいね、うん、赤黒ですごいかっこいいよ。そうだね、いい感じ、いい感じ、ね、一番いいね、うん、エイシン君がポージングさせてみました、はい、ブラスターモードでやってますね、うん、はい、いいじゃん、うん、ちょっとフードを下げて、あ、うん、そうだね、うん、視界がいい方がね、ブラスター当たるからね、うん、はい、ビューンバー、はい、これどういう状態ですか、カメラとゴーストの俺魂の体に闘魂、うん、ブーストゴーストをくっつけた、着せたのね、うん、はい、あんま違和感ないね、うん、はい、これが闘魂ブースト魂の体に俺ゴーストをくっつけた、あ、うん、そうだね、うん、これもまあ悪くはないね、うん、はい、それではですね、ここから闘魂ブースト魂を同時にですねゴーストチェンジさせたいと思います。どうすんのそれ、エイシン君のパートを取ってパパのパートを取るってこと、あー、はい、ではエイシン君からまずやりましょうね、はい、サングラスラッシャーどっちにする、ブラスターか、うん、こっち、あ、そうだ、うん、はい、ではパパがブラスターね、あ、分かった、はい、ではパパ鳴らしますからね、いきますよ、はい、ゴーストドライバー、はい、ブラスター、これがゴースト、負けたか、うー、持たせられない、やっち、あー、完成、エイシン君の勝ちだな、これやったー、はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ GC07 闘魂ブースト魂でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、こう2つの画面に分けて対決したのは今回が初めてですね。はい、エイシン君素晴らしかったパパ手間取っちゃったはい、ということで今日の動画がですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画がですね分かりやすくなりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、あとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、ぜひフォローをお願いします、はい、噛みそうだった噛みそうで噛めない早っはい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。